はい、どうも、マグマグマグロンと申します。はい、じゃあ今度はね、佐賀をやっていきたいと思いますが、動画外で作業したらね、ここで何かもらったんで、ロードしました。前回も何かもらったよね、ここ。なんか定期的に来るといいのかもしれないね。スケールメールを手に入れた。これはなかなかですね。で、さらに、ちょっとね、動画外で、木のものをね、ちょっとね、いっぱい取っておいたので、木をちょっと、なんとかしたい。で、木はね、エディンポートですね。エディンポート、エディンポート。こうか。よし。じゃあちょっと木の素材で、家事をやっていきたいと思います。木はね、まず、スネイルさん、ちゃんとね、調べといたんですよ。これかな？はい、繊維質も持ってる。スクートゥム。はい、次は、タリアさん。主人公の装備は、ちゃんとやっとかないとね。タリアさん、ターゲット。ターゲットではなかったけれど。あ、ターゲットか。あ、次の素材の名前書いちゃったのか。ややこしいね、それは。え、何か変わった？あ、ガード率が10。10ってのはパーセントでいいのかな。で、もう一個が指揮者のローブ。ん？これ使ってもいいのかな？減っちゃうよ、だいぶ。で、もう一、あ、あともう一個だけだ。トマトは別にいいや。クイーンのターゲット。これをターゲットをこうすればやれるね。で、あと他ね、ちょっとやりたいのはソクラテスの鎧。ソクラテスの鎧を水にしたいのか。で、水の素材はニューアイズがお安い。こういう時にはちゃんと、そういうところね、こういうところは億劫にせずちゃんとやった方がいいっすね。安いところ、これ安いところ。ソクラテスの水の結晶、まあ、水の属性の人だからね。強化。あ、なんかイベントが。あんた仲間にならない？いや、それはないよね。まあ、ちょっと負けてくれるってさ。はい。というわけで、ここでちゃんと一旦終わりにして、次行きたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。魔の海域。強く荒々しい潮の流れが侵入することも脱出することも阻む海域。なんか今、切り方間違えたかな？ここは魔の海域と恐れられている場所だ。あそこに見える船は何かしら？おそらくあれは灯台を備えた船、ガードアイランド灯台だな。以前はイルフィー海の中央にあったらしいが、海流に流されてしまったようだな。なんとか元に戻せないかしら。この海域に立ち入ることは難しいだろうな。あ、待って、あそこ船が出てくるわ。見置き。あれは海上騎士団の船だな。魔の海域を越えてくるなんて、何か特殊な操船術があるのかしら。追跡してみるか。行きましょう。あ、もうちゃんとご丁寧に泊まっていただいて。霧の島。遠くからは見えるが、近づくと霧に包まれてたどり着けない幻の島。今なら海上騎士団の航路をたどって島に上陸できるかもしれない。行きましょう。なんだお前たちはどうやってここに入った？ ストレートやな。魔の海域の航行方法を聞きに来たの。それは無理な相談だな。そうなの？ なんか面白い選択肢が、入ってきておりますね。灯台船の移動を頼む。力ずくで聞き出す。立ち去る。ね、もうこれも当然、サガシリーズでやることは力ずくで聞き出しましょうかね。 ねえ、本当に。はい、まあ基本的にはこういうゲームです。はい、じゃあ、何をする？海上騎士団の方がかわいそうになってくるね。あ、2連戦ですね。じゃあ、ここはまた
何にもひらめかなかったらカットします。ひざまずきなさい。今のどこから出た？お、なんか覚えた。グランドスラム。あー、そういえば前回ロードしちゃったから消えたんだよね、これ。そう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 、火山をね、噴火させるイベントの時にね、あのやるかやらないかでね、結局やんなかったんだよね。やられただけ。どういう技だったり。カメゴーラ割りも映す。面白かったっちゃ面白かったんだけど。さあ答えなさい。ふん、知るかよ。この船の船首に取り付けられているのはディーマージュの船首像だな。この船首像はソーダ州に類まれなる操船術をもたらすと聞く。あ、そんな便利な。なるほど、それで魔の海域も与えていたのね。それじゃあもらっていきましょう。まあ待ってくれ、そいつを持っていかれたら俺たちはこの島から出ることすらできなくなっちまう。それで結構よ。自由の海に支配者はいらないもの。あら、結構厳しい。今は閉じ込められた海上騎士団の監獄島となっている。ガードアイランド灯台、灯台の機能を備えた船。推進手段はないため移動させるには別の船で牽引する必要がある。移動する。灯台を移動、航路上へ移動しよう。意外とあっさり。そんなとこまで。灯台の機能を備えた船、今は本来あるべき場所で怒りで固定されている。さあ石炭をくべて灯台に明かりを灯そう。そうね。あ、レタ、うん、あ、うん、明魔炭がないぞ。精神炭を使う、精霊炭を使う。立ち去る、立ち去る。あり、明魔炭を3つくべるんじゃなかったっけ。忘れちったな。ディーマージュ神殿は、なんか戦うな、これ。ディーマージュを祀ったかなり古い神殿。今は荒れ果て、魔物が割烹している。じゃあ、割烹しとこうか、じゃあ。あ、リリスがいる。じゃあちょっと、これをね、さらっと戦ってみますかね。イージー、イージー、ハードか。じゃあ、まあ、カットでしょうな。はい。というわけで、じゃあ、こちら、ディーマージュ神殿の方に行きたいと思います。イージーイージーハードって書いてあるんでね、何もなければ最初のイージーはカット、ハードは全部移そうかな。まあリリースがいるからね。よし、じゃあ最初のイージーでこのリワードは獲得しておこう。一応ね、カーン入れてちゃんと本気メンバーで。リリスがいらっしゃいますね。これはもしかしたら、あ、こんなにいっぱいいるの。これはもしかしたらあれですね、使えるやつかもしれないね。目のやり場に困るな。なんかどうしようかな、うまくはまらないね。
もうちょっと敵が多いから一体ずつやっつけていくか。そうなんとかコンボを決めたかったんだけど、引っかく悪く思うな。ああ、まあしょうがないね、一匹ずつ倒しちゃおう。リワードがなんかもらえんだよね。ウォーターガンで A からいきますか。またダメか。一回で倒せるとは思えねえし、じっくりじっくりいきますか。お前はいいや。よし、これでいこうなかなかこう電撃が発動しないね。ただこれでこの B を狙い続ければいけないですかね。俺がなんとかする。おお、なんとかしてくれ。これで演劇一回できるか。あ、死なないでね。あ、ダメだったー。あ、ダメだった電撃が、これ死んじゃうな、この子でも毒効かなさそうだしね。うん、しょうがないね、やられちゃうかもしれない。あ、やべえ、麻痺とかやめて。あ、やべえ、連撃も食らうな、これ。あ、これ全滅のパターンが。あ、タリアもやられちゃった。ひどい言われよ。お、なんか来たー、ディーマージの嘆き。まあ、ディーマージの神殿なんだからね。え、何の効果があった今。混乱？フィーバータイム。トロフィーを獲得します。いや、でもまずいな。前に入れない？まあ入れないね。いや、前に入れないのか。連撃が発動しないぞこれ。任せてみてよ。まあ任せるけどさ、防御下がってからこいついくか。頼んます。こんなのどうだい？どうだい？カバーリング身代わりですか。中身が出る。中身が。じゃあ死んじゃった人。おお、一発。もう一発。ああ、なんだこれ、危ない、全滅しなくて済んだね。ちょっと戦い方ミスっちゃったね。一回で倒せねえかな。かっこよく、かっこよく終わろうよ。かっこよくね。俺に任せろ。おお、任せてやるぜ。はい、やり直した甲斐があったこの技いやー、それにしてもやられたね、さすがハード。健康健康、これが成長か。あれ、2人だけ。あ、音調 D マージの嘆きを授かった、ありがとう。あと少し必要、ごくまれに。こっちにしよう、レストレーション。
リザーブ技解除って、これができなかったんですね。かつてDマージの祠だった場所のようだな。これは何かしら。あ、違った。精神丹を手に入れた。Dマージを祀ったかなり古い神殿。訪れる者も久しく、苔むしているが、それでいて神々しく佇んでいる。うん。なんかもらえない?というわけで、名マタンもらえなかったな。いや、これ、どうしようかな。よし、じゃあ、ちょっと待った、ググる。はい、ググりました。まず、名マタンを3つ、ここに点灯させる方法、なんですが、一つは、ここにのシュガーキャッスル灯台に名マタンを授ける。で、バリスタを使って、海上騎士団をやっつける。で、ここに名マタンが流れ着くと。なんですが、今言ったように、ここのシュガーキャッスル灯台にも名マタンを灯したいので、名マタンが2つ足りないんですね。で、名マタンもう1つ先に持っとかないと、ここのイベントができないんで、名マタンを3つ集める方法のところに書いてあったのが、タリア編のみ、メインシナリオをクリアすればもらえるという話が書いてあったので、スルーします。で、他の主人公でこれをやった場合は、名マタンは2つまでしか手に入らないみたいですね。本当?今さらっとググってみただけでの情報なんでね、合ってるかどうかわかんないけどね。なので、ここでおしまい。先に進みたいと思います。こっちかな。セレナイフ州との州境。ここからセレナイフ州ゼーニアへ渡航できる。もう一回セーブ。はい、じゃあ行きまーす。こっち。今度はそっち側。セレナイフ州。はい、また光りますよね。不死鳥の羽が光ってるわね。じゃあ自分で使わなきゃいけないんだっけ、これ。セーブしちゃった。不死鳥の羽。おっと、南の方からやってきましたね。まあ、ウルピナ編で一回やってんだけどさ。曲がってるんだけれども、わからない体でね、やりながらも、しっかりね、ググってウィキを見ちゃうというね、今回はそういうプレイですよ。なんか、ふらふら飛んでますな。不死鳥はセレナイフ州には降りなかったみたいね。あ、そういう意味だったのか。南のロニクム州から飛んできたように見えたな。では、次の目的地はロニクム州ね。セレナイフ州はさっさと通過しましょう。ここのイベントはやらないの。ゼーニア、セレナイフ州の州都。帝国の時代から市民の評議会による自治が行われてきた港町。なるほど。あれやったんだけどな、前な。もう一回やるか。ゼーニャに入る。お、小人の指輪を手に入れた。ありがとう。あ、何にもないの。鍛冶屋は金ですね。お前仲間になんの?あ、ここからはあれなんだ。船使えないんだ。残念。はい、じゃあね、今回セレナイフ州はちょっと紹介だけで終わろうかな。まだやんないでね。こっちはなんだ?東墓地。迷宮、あったあった、これなんか左右選ぶやつだっけ。でね、いろいろ選ぶとね、アイテムが手に入るんだよね。これはね、多分動画外で全部アイテムさらっと集めると思います。
パルム城の石膏、いたいた。あー、こことここを次回やろうかな。簡単だからね。中央墓地、これはまあ後々使うからね。イムホキエル神殿、ニーペロ、ニーペロぐらいは入って終わろうかな。キャー、得体の知れない悪霊に人が襲われている。あーあーあー、 LP 減るやつだこれ。まああれもやろうかな、じゃあね、次回ね。幽霊屋敷、これなんて呼ぶんだっけいつもね。水車小屋、なんか木箱がある。チングラール、西墓地、まあここら辺はね、あのさらっとやれるバトルなんでね。ちょっと街だけ全部入っちゃおうか。じゃあニーペロ、なんもねえや。なんか情報あると思ったんだけど、ここからリーア辺境州へ行けるようだがどうする。あ、二通り覚えた場所か。こっちはこっちでね、このセレナイフ終わってから行こうか。なんもなかった。じゃあ次、チングラール。ダメだ、入れない。鍛冶屋があるだけ。仲間にならないか。君、仲間にならないか。ち。まあ、というわけでね。今回は、ちょっとさらっと見てまいりましたが、どうしようかね。やっぱり一番最初は、こっちから来たんだから、順番に見ていく？それとも LP 減らすためにこっちからやる？ギャーの方からしますかね。じゃあ、私も、追いかけてこう。あ、遊んでる場合じゃないね。よし、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。そうだ、これね、前回、どうやってクリアするんだか分かんなかったやつだよね。じゃあこれやります。